地震盤は、江戸時代に、江戸や大阪などの町人地に設けられた板書。町内警備を主な役割とし、町人によって運営された。地震盤の使用した小屋は地震盤や番屋などと呼ばれた。江戸町奉行所の出張所、町年寄りが詰める江戸町会所の連絡所、町内事務所、町内会所、消防団詰め所、交番の機能を兼ねた施設であった。 ここに詰めた番人は、番太と呼ばれた。番屋は、大抵は、東西の往来の大通りに面した四筒子の南側角に設置された。九尺二軒という決まりだが、実際には二から三軒ぐらいはあり、土間と奥に畳を敷いた部屋がある。炉が切ってあり、冬には、四番のものがここで温まった。戸口は右側に、地震番。 左側に、三河町といった町名が太く牧書された、腰障子となっていて、元六十一年の規定では、夜も障子が閉めず、明け放しと定められていた。表の柱には、片方に、地震版を一方に、何々町と、町名が書かれた短冊型の暗読がかけられていた。番屋に寄り合いって話すことは、禁止、当番のものは食事も番屋でなく、 各自の家でするとされていた。しかし、これらの規定はあまり守られず、店舗12年6月の臨時巡る上申書では自身バニアで、家主たちが集まって、主職しその代金を町入用の中に加えることが多いと指摘され、同13年正月の南町奉行同心上申書では自身バニアの定番人の中には最大者がおり、同心が、 番屋に行った折女房が挨拶することもあって、取り締まり上、よろしくないと記している。番人の住居と化したり、造作を一般家屋同様にし二階建てにしたりと、番屋の建物の大きさに関する規定も守られず、教法15年正月の待ちぶれでは、地震盤が大きく立派になるようだからそういうことのないように、4番の時には牢をやめて火鉢にし、経費節減のために、 いくつかの町で、共同の地震盤にするようにという達しが出され、完成年間には、今まで増築した分は小さく立て直すようにと、奉行所からはたびたび申し渡しがされた。地震盤屋とは別に、木戸盤屋があるが、これは町ごとにある木戸の傍らに設けられた、六尺九尺の、広さの盤屋で、地震盤とは別のものである。木戸盤屋、地震盤屋ともに、 各町内の大通りの両端に設置された木戸に接して建てられており、一方に木戸板が、もう一方に地震板が詰めた。地震板屋が四つ辻の南側角にあるなら、木戸板屋は北の角にあった。江戸においては町奉行の監督下にあり、京方年間に町人地の各町ごとに設けられという、幕末の下営三年九月には九百九十四の、 番屋があったと伝えられている。各町は、日本橋を中心起点として、江戸城を囲んで時計回りに21の組に割り付けられ、各組それぞれ1番組67、2番組74、3番組55、4番組30、5番組35、6番組49、7番組46、8番組51、9番組79、10番組28、 11番組49、12番組35、13番組56、14番組64、15番組88、16番組44、17番組66、18番組23、19番組19、20番組18、21番組13、番外品川18、番外吉原17の番屋があった。運営の費用は、 各庁が負担した。初期には、町の地主自身が、番屋で警備をしたため、地震番と呼ばれた。寄り合い所としても使用され、町内の事務処理も地震番屋で行われた。奉行所からの待ちぶれや差し紙を受け取り、町内への通知や呼び出しを受けた者への送達、出生届け、死亡届け、感動届け、迷子、捨て子、雪だ倒れの世話やその届けといった。 戸籍事務、人別庁管理、3年目ごとに提出する、人口統計、蝶入用の割付の計算、蝶内の出来事などを書き記す、地震版日記の作成がその内容であった。他にも、蝶内に不審なものがいたら地震版に留め置き、巡回に来た定ち回り同心に引き渡すまで、番もした。店舗年間の制度では、夜になると5人番。 または三人番というメンバーで番屋に詰めて、前を警戒に当たった。五人番は、大町及び二三課長共同の番屋で、家主一人、店番二人、雇い入れの者二人。三人番は、小町の番屋で、家主、店番、雇い人が一人ずつという組み合わせだった。後には地主に代わって、町内の家主や雇い人である町代、柿役が、自身番での事務を担当している。 教法6年9月に町年寄りから長代を置いては、ならぬという達しがあった後に置かれたのが柿役だが、その仕事内容は同じである。長代、柿役は、自身版に詰めて名主、家主の仕事を代行した。延を2年5月や完成8年4月に、柿役に任せず名主、家主が自ら働くようにという戒国が出されたが、ほとんど守られなかった。き役は、 住み込みではなく、自宅からの通いで、給金は、町入用の中から出された。地震盤は町内を見回り、不審者がいれば捕らえて奉行所に訴えた。また、日の番も重要な役割であり、地震盤屋の多くには、屋根にはしごや半殖が備えられていた。このため、取物道具や、まとい、飛び口、竜と水、現場け、は鶴瓶といった、火消し道具が、 番屋内に用意され、繁殖が鳴らされると、町役人、引消し人足が、地震盤に駆けつけて、道具を持ち出し、勢ぞろいしてから、火事場に赴いた。火事の際の炊き出しも、地震盤で行った。番屋の維持修繕費や引消し用具などの備品費などの、諸費用は、柿役の給金同様、町入用で賄われた。 三目の定長周り同心が手先を連れて、毎日町々の地震番屋を訪ねて、番人と声をかけると、中にいる家主と番人が、はあーと返事をする。続けて、町内に何事もないかと問うと、へーと答えた。町内で犯罪の容疑者がいれば、定町周り同心によって、その者が住む町の地震番屋で取り調べが行われた。そのために、 番屋内部の柱には、鉄の管が打ち付けてあり、捕らえたものの鳥縄尻をそこに誘え付けられるように、してあった。街中で不審者を捕らえた場合は、最寄りの自身番屋に連行し、同様に取り調べられた。取り調べて怪しいと判断されたものは大番屋に、移された。大番屋は、自身番屋の中でも特に、大きな番屋で、 通常の番屋とは違って留置場の設備があって、容疑者はそこに収監され改めて取り調べを受けた。地震盤の中で、親父橋際にあった番屋は、市中引き回しにされた罪人の休憩所として知られていた。大阪においては、会所とも呼ばれ、江戸のように独立した建物ではなく、一般の町屋とのきなみに作られており、会所守るが家族と一緒に住み込んでいた。 江戸の剣士館、ビッグコミック2 0 1 8 1号ナンバーワン416。95ページ。シチュートリーシマリルイシュー。ただし、放映5年2月に、伊勢町で新しく建てられたという地震版の絵図が、残されている。専用 A96、徳川金麗公。三田村縁魚江戸武家辞典312ページ。林吉和、江戸の24時間。 1989年、川で処防震車、286ページ。ありがとうございます。